わしは絶対に負けん。いってらっしゃい。夜桜さん、そんな動きでは私の剣に真っ二つにされますよ。これが実戦だったら命が不公平で、不公平？わしの武器の基本は近接攻撃ですと。私たちの戦いはスポーツではないのです。命のやり取りに不幸、自分の武器に不満があるのなら薙刀にでも持ち帰るんですね。では参りましょう。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。イムさん、わしの修行相手になっていただけないでしょうか。あいにく僕の如意棒はメンテナンス中だ。そうですね、武器がないなら仕方ない。他を当たります。やあ、はっはっはっ、なんだ、やあ、みなぎる、ずいぶん脆弱だな。進め。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ鎮魂の夢に舞い散る。あっ、身内か。武器がないから戦えない。忍び。武器がないから戦え。仕留める。まさり。武器がないから戦えない。僕はそんなバッチ。武器がないから戦えない。仕留める。こっちだ。まさり。武器がないから戦えない。僕はそんなバカな忍びではない。ふっ、一撃ヒット。なんだと。木の棒を。ふっ、ここまでのようだな、デッドフォックス。わさり。やられた。なんだと。き、わさり。なんだと。木の棒を如意棒の代わりに使うの。仕留める。マイツ。わさり。なんだと。木の棒を如意棒の代わり。に拾った木の枝でここまでやるとは。簡単すぎじゃの。ま、こんなところじゃろ。実るほど新しい技を思いついたんじゃ。
夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。両備さんに決闘を申し込む。ちょうどいい、ムカついていたところだったのよ。そこか、みなぎる。悪の誇りを舞い掲げる。いざ鎮魂の夢に舞い散る。なかなか近寄れません。その武器じゃ私の勝つのは無理となることすらできないの。確かに、ただ忍び、確かに、ただわしが両備さんに勝つのは。忍び転身。確かに、ふっ、一撃ヒット。確かに、わしゃり。わしが両備さん。やーん、くらいなさい、八つの目ぬ。確かに、ただせい結局大事なのは相手をよく見て状況を判断することですね。簡単すぎだろう。ところじゃろ、日頃の修行の新しい技を思いついたんじゃ。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。あれは夜桜さん。そこか、シャチ、みなぎる。
怒りが舞い忍びます。鎮魂の夢に舞い散る。ロザクラス、そこか。できる。ロザクラさん、ロザクラさん、おお、すっごい。そこか。できる。忍び、おお、すみません。ちょっと関係。そこか。やりません。なんてこと。わかり。おお、すみません。ちょっと考えたと。ああ。結局。どんな武器にも弱点があるようじゃな。任務完了じゃ。まあこんなところじゃろ。日頃の修行の新しい技を思いついたんじゃ。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。みやびさん、わしと勝負してください。ずいぶん急だね。私は構わない。いつでもかかってこい。そう、もろうぞ。見切った。そこか。悪の誇りを舞い掲げよう。もろうた。いざ鎮魂の夢に舞い散る。かかってこいと言っているだろう。妖刀の動きに注意するんじゃ。一生でも下がったらそこで終わり。せめて忍び、せめて来ないよ。逃げているばかりでは私は逃がさん。のれ、詰めてこないのか。逃げているばかりでは私、忍び、天使、詰めてこないのか。逃げているばかりでは私、詰めてこないのか。逃げているばかりでは私は倒せないと。あの妖刀に気をつけて、気をつけて一気に叩く。そろそろ蹴りをつけるぞ。今じゃ。ねえ、せっ、ねえ、ぶつられて、せっ、おのれ、ひかぬ、せっ、やっ、せっ、や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 っ、秘伝忍法。はぁ、地獄極楽、マッチケン、ドクスパウル、さぁ、わさび、チュッチュッ、なんとか勝てましたね。簡単すぎだもん。まあこんなところじゃろ。日頃の修行、新しい技を思いついたんじゃ。
デザクラ、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。お前、いろいろな人と勝負しているらしいの。私でも一つ手合わせ願いと。穂村さん、よろしくお願いします。えいえい、もらうぞ。ずいぶん脆弱だな。進め。毎順次よ。最終戦勝負。穂村さんの武器は肉詰め。今までの戦い方ではダメじゃ。どうして来ないなら。そこか。よし。バカな。どうして来ないならこっちから行くぞ。使えるものは何でも使って相手をよく行くぞ。使えるものは何でも使って相手をよく見て武器の弱点を探します。おお、なかなか。だが甘い。強い。それでも負けてしまうのか。もう負けを認めるのか。気持ちで負けた時点で勝負はついているぞ。そこか。もう負けを認めるのか。気持ちで負けた時点で勝負はついているぞ。せっけいガッツッ。できるな。こっちだ。よっしゃ。いや、できる。忍び切るな。秘伝の一方。せっけい。ガッツッ。わさり。わしの技表を確認するんか。休憩は終わりだ。秘伝の一方。最後まで諦めない気持ち、その気持ちこそがわしの自慢の武器じゃ。簡単すぎだろう。ユミはお前を挑発して。え、穂村さん、お…バカを言うな。さっき程度の戦いで。穂村さん、いいだろう。ではいつでも来い。穂村さん、